どうもウィリアム・テンプソンです。今回はですね、こちらのエドワード・グリーンの丸盤をね手に入れましたんで磨こうかなというふうに思います。ちょっとすいません、風邪ひいてます。すっげえ風邪ひいてるわ。結構きついよこれ。なんかさ、風邪ひいた時ってさ、意外とこう、まあ、風邪って一言で言うと軽く感じるけど、やっぱ弾くときついよね。でさ、まあそれはいいんだけど、これね、なんかミッドウェイソールっていうんだっけ、これすげえ分厚いんだよ。私こんなんだと思わなくてさ。でこれね、セブンハーフ E2029202 イラストなんだけど、ちょっと買ってみたんですよ。最悪ほら、もうサイズ合わなきゃいいやって思って、意外と合うんですよね。今ちょうどこれこっち脱いだ感じなんだけど、このくらいでぴったり、結構ちょうどいいわけよ。ちょうどよくない？でホールド感もよくてさ、これやるなと思って、ちょっと今嬉しいです。エドワード・グリーンのね、丸バーンってちゃんとしたの持ってないんだよ。なんか、なんだっけあれ、ポール・スチュアート名義のシックス・アイレットのよくわかんねえ丸バーンしか持ってなくて、丸バーンって呼んでいいのかわかんないけど、これもちょっとよくわかんねえんだけど、ちなみにこれね、筆記体の旧ロゴです。旧工場だから9202なんですよ。これなんだ、そう、9202なんだよ。で、旧工場らしいね、こういう革質で分厚いんですよね、すっごく。旧工場はなんか、でもこれ旧工場にしちゃね、結構よくしっかりしてて、なんか結構ブヨブヨだったりするんだけど、まあ、ちょっとブヨブヨってるところもあるんですけどね。そう、かなりしっかりしてる、旧工場の割に。だからまあいいかなって。全然ね、傷とかクラックもちょっとなんかちょっと怪しいのがあるんですけど、ここに。まあこれ平気だよね、これは。でソールもね、全然もうこんだけ分厚いしさ、ヒールなんかすげえよこれ。なんか打ってあんだぜ、トップリフトに。何これ、なんかエドワード・グリーンのこの3点のね、ダン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 の、さらにドゥドゥン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 みたいな、これなんだ、これは、これ何、ここにもあるの、不思議だね本当に。そう、これ完全にね、旧工場製なんだけど、わしね、一応新工場っていうか現行の丸バーンと角ガンをずっと探しているんですけど、やっぱね、高いわけよ。あるはあるんだけど。でさ、まあ、ベーメルとかさ、ああいう感じで、新品バッと買ってもいいんだけど、いや、なんかね、そこまでじゃないんだよね。そこまでではない。実はこの前ね、これ実は取ろうと思ったんですよ。その時の方が、症状がひどくて、もう、リグロイの匂い嗅いだら、吐くかもしれないみたいな。そのくらい思ってさ、うん、あの時多分吐いてたねこれ。もう今だってちょっと うわ、きついわこれ、やめよっかな。やめないくらい苦しいこれ、やべえぞこれ、すっげえくせえ。あ、ここちょっと傷ついてるね、ほら、ちょっと傷ついてる。最初さ、その何買ったんだか分かんなくなっちゃってさ。なんだろうこれって思って。袋に入っててね。いつもほら開封動画あげるじゃん。これもほんと中古でさ、いくらだったかも覚えてないんだけど、買ったわけよ。で、なんか、年始かなんかに、あ、年末だ。年末に買ったんだけど、あ、ちげえな、あれ、年始だな。年始に買ったんだけど、もう今もう年始じゃないわけよ。一応、中旬なの、1月の。
で届くのがさ遅くて、その年末年始休みで、でまあ何だか分かんなくなっちゃって、何だろうこれみたいな。で風邪じゃん、靴買ったことは覚えたんだけど、なんだっけこれみたいな一応ワックスは塗ってあるっぽい。なんかさ変にテカテカなんですよねこれ。なんだろう、革質がいいテカリなのか、なんかこうガラスレザー的なテカリなのか、ちょっとそんなの考えてる余裕がないくらい今苦しいです。非常に苦しいです。もう早く終わらせたいこれで。そう終わり、やばいよこれ本当に。うわフラフラしてきちゃった、なんかあぶね、なんだっけ、そうそうそう、急行情勢だからね、洗うのどうなんだろうと思ったんだけど、中がね、まああのよくある見せられないよレベルで汚えんで洗います。で水洗い動画は撮らないです、ちょっとめんどくさいんで。でも洗います。でまたあの水洗いしたらね、はい乾きましたって言いますんで、まあそんな感じでちょっととりあえず水洗いをしようかなというふうに思います。あちなみにね、履き心地はねちょっと今足通すの嫌なんだけど、すごいんだよ、なんかホールド感がさ半端じゃない、すっごい綺麗にねこうかかとがまとまってんの。でまあこれ紐こうなるからさ、笑いもねほとんどないの。ここがこうやってさ笑う場合があるんだ。ここ隙間が空いてこうやってこれ笑うって言って、サイズが合ってない靴なんだけど、これぴったりなんですよ。でわしねセブンハーフって26でしょ、大体 25.5 くらいがいいから、実はセブンとかそのくらいが良かったりするんですけど本来は。でもセブンだと大体ウィズがねブカブカすぎて合わないことが多いの、だからシックスハーフとかなんですけど、これねそのまあセブンハーフなんだけど、まあ急工場だからセブンと見ましょうすげえ都合がいいんだけど、ちょうどなのよ、この親指の付け根が今ここにあるんですね。これ。でさ、ほら付け根とちょうどこう、反ってってるのよ。で、まぁ、ちょっとブカブカよ、ここは。ウエストは。そんなくびれてもないし。とはいえ、で、ここもね、どれだ？これか？ここがちょっとね、ブカブカなんだけど。小指が、っていうか今変な足のあれか。ちょっとここがねブカブカなんですけど、 E だからな、 D とかだったらもっと良かったかもしれない。そう小指の付け根がここでちょうどこうくるのよ、だから長さ的にはほんとぴったりなんだよね。であとねここのステスンのあれもなかなかゆとりがあって楽、すごい楽。まあ AMG さん的に言わせんとね、こんだけちょっとゆとりあんと不意語が起こらなくなって、逆にここに空気が溜まって濡れやすくなるってね言われますけど、そうかもしんないでもねほんと履き心地はいいんですよ。なんかこれほんと汚いんだよね、カビなのかな、なんだろう、気持ち悪いんだけど。でこれでも純正なんだよ、ほんとにメイドインイングランドって。うん、あとこのね丸いウィールもあるし、丸いっていうか、ね、これとだからかなりよくできてるもんね。よくできてるっていうとあれだけど、質がねまだ全然 OK な、うん、ちょっと履き口がね怪しいところはあるけど、まあこれはね履いてて安心できそうな。そう結構ライニングもしっかりしてんからさ、ちょっとこれ普段履きいけそうな気がしますので、まあこれはちょっと普通に履こうかなと思ってます。でエドワードグリーンって結構わし足合わないことが多いんだけど、
これなんか意外と平気そうな気がするので、ちょっととりあえずまあちょっと履こうかなと思ってます。では水洗いしていきます。どうもウィリアム・テンプソンです。今回はですね、こちらのエドワード・グリーンの丸盤を磨いていこうと思うんですけど、前回終わったっけ、昨日の話なんだけど終わったのか、ちょっと区切り方がちょっとよくわかんないから、とりあえず挨拶しといたけど、まあ挨拶しといてね、間違いはないと思うん で水洗いしたんですよ。でなんかね、ちょっとソール分厚いからわかんないけど、ちょっとまだ若干乾ききってない状態なので、まあちょうどいいやってことでデリケートクリームとか塗っていこうと思うんですけど、まあこのコバはちょっと削んないとダメですよね。めんどくさいんだよね、コバ削んの。まあ今ちょっとこのね、エドワードグリーンのサウスボルドのこのここのさ、白くなってる部分のこのクラックをね削ってる最中だから、こんなのどうってことないくらいきつい作業をやってるんだけど、どうってことないけどイコールして楽かっていうわけじゃないからさすげえ使うわ。とりあえずいつも600番とかなんだけど320番です。なんでかっていうと、あのクラックやった時に320番使ったのね。で今手元に320番があったってだけです。であとまあ分厚いからちょうどいいかもしんない。これなんならさ、リーガルの靴とかよりもさ分厚い気がするんだけど、でもサイズ合うっていうのが不思議だよね。あ、ちなみに風なんだけどこんな感じで別によくは良くなってるっていうか、よくはなったかな、多少。でもやっぱ起きるとさ、やばいよね。寝起きはすげえやばいよ。なんか笑い物にするわけじゃないんだけど、全然。わし、ほら、昔、軽出炎で入院した時にさ、まあ、軽出炎で入院ってあんま、その、わしくらいの年だとあんまいないわけよ。まあ、盲腸とかはいるかもしれないけど、ちっちゃい子からね。周りがさ、ちょっとだいぶ高齢者が多くてさ、結構こう、まあちょっと変な話、こうね、痰を吸ったりみたいなさ、結構音が聞こえてくるわけよ。ICU とかもそう、わし ICU には入院したことないんだけど、多分。あ、生まれた時はしたかもしんない。なんて言うんだっけ、あの、生まれたての赤ちゃんがさ、入院するの EICU っていうのって何だっけ。 それはいいんだけど、あのすごい音でさ、きつかったっていうのはあるんだけど、それよりも何よりもなんかだいぶちょっとこの人やべえんだろうなっていう人がね、いきなりさ、もう寝てるのに、見た目は、まあ、見た目っていうかもう本当に寝てんのかどうかわかんないけど、いきなりさ、うわーとか叫び始めてさ、わし、ほんと、なーにかと思って。夜、まあ、結構ね、9時か10時くらい夜の、に入院したのよ。もう急に。急にではないんだけど、結構痛くなってきて、その日平気だろうなと思ったんだけど、ダメで、夜間病院みたいなのに一回行って、で、なんならかんならで、ね、入院したんですけど、そのくらいの時間に。なんかさ、やっぱ、夜中の病院ってちょっと、怖いしさ、そういうのも相まって、でもまあ別に、ね、年がまあそんなにさ子供じゃなかったからさ、そんなお化けが怖いよとかそういうレベルではなかったわけよ。考えれば怖いと思うけどね、考えねえからそもそもそんなこと。子供の時は考えちゃうんだよね、どうしても。今出てきたらどうしようとか、どんどんそれでバッドトリップするわけなんですけども、子供の時は。あれはね、もう、すげえ安物の C 級ホラー映画とかを見てる感覚でしたね。もう、脅かししか要素がないみたいな。本物は出てこなかったけど、めっちゃくちゃ怖かった、本当に。何かと思うじゃん。
うわーっていきなり叫ばれたら、そう、みんな誰もさ、どうしたとかでもなくさ、ナースがなんとかさん大丈夫ですかとか来るわけでもなく、そのままシーン鳴り響く心電図の音だけみたいなさ。で、私ももうまあ眠いなーって思って、だんだん寝てくるわけ。もう、あれもう夢とさ、こう現実、まあここではね便宜的に現実っていうめんどくさいのが始まっちゃうんだけど、そう、夢と現実の間の狭間でさ、急にまたうわびっくりするわけよ。本当に冗談抜きだよ、あれ本当心臓止まんかと思ったもん。今までね、あれ以上にびっくりしたことってあんまないかもしんない。なんか変な映画見るよりもあれビビるよ本当に。であとさ、この前ね、ちょっとそのつながりで言うとさ、コンビニに行ったんですよ。でちょっと発送したかったからさ、セブンイレブン寄って、まあ寄ろうとしてさ、今寄ったわけ。そしたらさ、ドア開くじゃん。すっげえくせえのよ。何これと思って、私昔ね、中学校の時かな、あれ家の近所にさ、同じような匂いがして、くっさって思ったら、ネズミの死体があってさ、うわ、一匹だけでこんな匂いするんだって思って、これ人間とかだったらマジで半端ねえんだろうなと思って、よく聞くじゃん、そういうなんだ孤独死みたいなさ。あれ、お、もうこんなとこに釘が打ち込んである。なんだこれ、これはこっちは、こっちはない。謎ですね。謎の仕様を発見しました。しかもさ、こっちさ3つなのにさ、ほらトップリフトのね、こっちちょん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 だからさ、まあ、4つなのか、なんかよくわかんないね本当に仕様が。そう、ネズミの死体の匂いがしてさ、でそのセブン入った時もね、同じような匂いしたの。と思って、いや、セブンにネズミの死体はねえだろうと思いながら。でもなんかさ、なんか、店員さんも、うろうろ、世話しない感じでさ、動いてるわけよ。なんだろう、なんかあったのかななんて思いながら、やって、普通にさ、発送しようと思ったんだけど、マジで耐えらんなくて、きっちいな、これ、と思ったんだけどさ、まず伝票もらうじゃん。で、なんか、若いバイトの人からさもらってさ、で伝票ね、ちょっと車に荷物とかあったし、レジんとこで書くのさ嫌じゃん、なんか気使わせちゃうっていうのもあるし、向こうにボールペン貸しますよなんて言われてさ、なんか申し訳ねえから、あえてこうもらって車の中で書いて渡すっていうのをさ、切れちゃってたからね、いつもあったら家で書いてくんだけど。したら、ね、戻ってさ、荷物持って戻ったら、やっぱまだ臭いわけよ。なんだよこの匂いって思いながら。さ、次ね、まあそれもバイトなのかな、おじいさんみたいな人がいてさ、その人がこう荷物受け取ってくれたんだけど、結構普通の人なのにさ、その人から漂ってくんのよ、その匂い。あれね、ちょっとやばいかもしれないね。いや、よく言うじゃん、そういう。あんまりこう、変な話だからさ。
縁起でもないこと言うなよって言うかもしれないけど、まあいわゆるこう刺繍っていうのかな、すごいんだ本当に。でよくさ霊能力者的な人がさ、その死期が近い人の匂いがわかるとか言う人いるじゃん。わしの周りにもねそういう人がいたんですけど、わしも実はねなんか一回会ったような気がするんだよねそれ。でもさあれ単純にさ、その病気とかの場合だとさ本当にするよね物理的にこう本当に漂ってくる。体調が悪い人の匂いっていうの、あのだから本当にね、その病院で入院してる結構いっぱい繋いじゃってるような人たちのような香りやったね。あれ結構まずいかもしれない。あんなのんきにちょっとバイトしてる場合じゃないよっていうレベルで、もうちょっとこう情けのないことを言うなれば、ちょっとやめてくんないかなっていういやだってさ、いやそんな冷たいこと言うなよって思うかもしれないけど、あれセブンイレブンって普通の人はさなんか食品買いに行くことが多いじゃん大体。もう絶対ホットスナックだけは買えないよあの店。最悪袋閉じって言うとあれだな袋ね閉じられたパンとかだったらいいけどさ、ちょっとあれはねよろしくないと思いますよ。そう衛生上で結構クレーム入っちゃうと思うよあれ。入れづらいけどね。すごい、ほんと冗談抜きですごかったの。びっくりしたの。なんだこれと思って。でもさ、面白いことにさ、慣れてくんのよ、どんどん。鼻が。そうするとさ、あれ？なんか別に平気になってきたぞっていうね、感覚に陥っちゃう。あれまずいよ。普通にまずいと思うよ、あれ。でもあとねこの前ねちょっとまあ知り合い、ほんと知り合い程度なんだけど、ちょっと車でねもうほんと数百メートルくらい、1キロはないかなってくらいかな、ちょっと送ったわけよ。でその人体調悪いって言ってさ、ずっとでなんかほんとに病院行ったりしてて入院したりしてたわけ。大丈夫ですかなんてずっと話してたんだけど、まあ外で話したりとかだからさ気づかなかったんだよね。ただやっぱ車に乗っけんとね、やっぱこう、あこの人やっぱ本当に体調悪いんだなっていうのがね匂いで伝わってくるわけよ。私別に匂いに敏感ではないんですよ。なんなら鼻そんなにね良くないんです私って。まあこんな鼻声してるくらいあるだけあって、慢性的な鼻炎に近いようなねところもあるし、まあ、子供の時なんか本当にね慢性的な鼻炎でした、ね、もう春になっちゃうというか春になる前の冬あたりでもう花粉にやられ、春は終わり5月は終わり、5月なんか最悪ですよ。で6月、7月、8月くらいからかな、なんかようやく、あ、ちょっとマシになってきたって思ったら、9月過ぎたあたりで、また、もうぐちぐち、もう。で、10月もダメやん、11月もダメやん。12月も若干残って、1月くらいになると、ちょっと収まってくんだけど、まあ2月終わるくらいで、やっぱまた、で、1月過ぎてからかな。結局また戻るんです。だからほとんど蓄膿症とかではないんだけど、ね、
慢性的な鼻炎が。ただあれだな、花粉症も大人になったら意外と治ったな。子供の時は本当にね、目なんかもう、もう変なこと言うとビラーンってなんかさ、ついなんやあれ、なんなのあれ、角膜いった、角いった、マジでいって切れたかと思った。今これさ、こんなコバさ、すげえ鋭利だよね、よく見たら。これ蹴られたら切れんじゃねえか、本当に。こんなすげえ鋭利だよこれ。え、今もしかしてコバってさ、ナイフになる？ナイフなんじゃねこれ。なんかうまく使えば護身用に使えるかもしれないよ、うん、ダメだ、なんかもうこんなただでさえさ咳が止まんないっていう時にさ、こんなわけわかんねえ牛のさ粉を吸いまくんなきゃいけないっていうのも厳しいよね。そうだ、わしはあの結構ああいうグラウンドとかの砂ぼこりっていうの、土ぼこりとかももう無理だからあんまね外で騒がなかったっていうのもあんのかもしんないな。いや騒いだは騒いだけどね、騒いだけども一般的な子供よりは全然外いなかったと思うぞ。あと私未だによくわかんねえのが、放課後に小学校行くとかさ、どういうことそこまでする？よっぽど遊び場ないって言うんだったらわかんないけどさ、誰かんちとかさ、まあ公園とかさ、ないかな。まあ行ったことないわけじゃないんだけど、なんか気まずくねあれ。不思議な感じするよね、なんだろう、自転車では歩きで登校だったからさ、自転っていうか誰も自転車とかでいなかったんだけど、こう自転車でさ小学校入るとかさ、ランドセルを背負ってない状態で小学校に入るあの感覚、背徳感というか、なんか悪いことしてます感があった、ちょっと。あ、別に不法侵入してたとかそういうわけじゃなくてね。いやー、なんか何の話してんだろうね、本当にね。お前が死にかけなんじゃねえのって。わしはもう何でもいいんです。いやー、ヤスリが終わってしまった。でもあとちょっとだから使いたい。これで切るのもめんどくさいし、なんかもったいないっていうのもあるけど、どっちかというとめんどくさいの方が勝ってる。これでさ、この量でね、片方しか収まらなかったって言ったら、なんか、あもう切るかってなんけど。あと、ここだけでさ、切るっていうのもなんか嫌だよね。なんか、負けた感じがする。何にって話なんだけど。お前の配分が言えなかっただけだろっていう。そういえばさ、わしね、モニター買ったんですよ、また。またっていうかさ、たまたまこの前ね、イエローハットで暇つぶしをしてたところ、スマホを
スマホの画面をなんかこうカーナビとかにつなげられますみたいなねやつがあって、まあ、単純になんつHDMI をさつなげるだけなんだよ、スマホの。私 iPhone じゃなくて Android だから。なんだType-C か、 Type-C から HDMI つなげるっていう。AMG さんがね、 AMG さん iPhone なんだけど、ライトニングだっけ、ケーブルから HDMI つなげるやつやっててさ、すげえなこれと思って、テレビにつないでてすげえなーなんて思って、本当にいいなーって思いながら、で買ったんですよ、やってみようと思って。そしたらもうつながんなくて、テレビに。で私テレビ見ないから、そもそもすげえ古いテレビなのやっと今地デジになりましたみたいな時のテレビなわけよ。なんかほんとそうよ、地デジカとかが映ってたようなテレビですよ。だからスマホに対応してない説がね非常に濃厚だったんだけど、まあでもこのテレビもなんかなと思って、で実際見ないしテレビ昔のだからさ、分厚いのよちょっと、で縁もさ結構あるし、だこれなんか微妙なんだよなって思って、モニターでいいやと思ってモニター買ったんですよ。でまあ通したらさ、通したっていうか繋げたらさ、最初映んなかったんだけど、なんか前にねスマホをパソコン画面に映すっていうアプリで、なんかミラーリングみたいなアプリがあったんで、それをねやったんですよ。そしたら映って、やったーと思って、っていうかじゃあ前のテレビでも映ったんじゃねみたいな、ちょっと思いながら、もうその前のテレビちょっと別のとこに移動しちゃったから、また戻すのもめんどくせえなと思って。だね、ちょっと HDMI がね若干こう、そのテレビのやつはね、なんかちょっとやばそうだったんで、もうだいぶ来てますっていう。で画質もね相当荒くて、これダメかもなっていう感じしたんですよ。でまあそんなのはいいんですけど、そのモニター買ってさ、ひとまず27インチ買ったの。テレビはねあれなんだっけな、あれすんでも32くらいだったかな。ほんと私はゲームやるためにしか持ってなかったから、モニター買えばいいんだけど、っていうかもらったんですけどね。なんか大画面で見たくなっちゃった大画面の欲しくなっちゃった急激に。そのモニターね1万5000円くらいだったんで安かったんだけど、なんかでもさもったいないじゃん、なんかこれ今日届いて、ついさっきちょっとセッティングして今2時間くらい見てたんですけど、まあ音質がね、音スピーカー内蔵なんだけど最悪なのよ。だからパソコンのねスピーカーをつなげてたんだけど、まあ悪くはないんだけどなーって思いながら、これこのテレビ、このテレビじゃねえよ、このモニター何インチだろう。ここにもあるんですけど、モニター19かな、これ21か19か、わかんない、そんくらいだと思う。そんなこれカメラ用のはでかいのいらねえなと思って、あんまでかいとさ邪魔になっちゃう。でもねあれはでかいの欲しくなったね。でほらパソコンの画面もさ映せんからさ、そのパソコン画面のもうでかく見たいし、動画編集するときはでかくなくていいんだけど、あんまでかいとこう目を動かさないといけないからさ疲れるんですよね。だちっちゃすぎてもね見えないけどね。
だからでもさ27インチじゃん、そのただのモニターにしちゃできえんだ微妙なの買ってしまったみたいな。だったらなんかもう40何インチだと50インチとかさ、まああんまあんまりの70何インチとかなんてちょっともうよくわかんなくなっちゃうから、それもちょっとあんまり求めてはないんだけど、そこまでも。はい、そんな話しながらスピランで、あれ消えた、あったスピランでちょっと黒くしました全体。まあコバ削ったからっていうのはでかいんだけど、なんかちょっとしらっちゃけてたから、まあヴィンテージグッズあるあるですよね。でどうしよう、デリケートクリーム塗ろっかデリケートクリームがあった、デリケートクリーム塗って、結構ねスピランの匂いが来てますねこれ。うわー、なんかすげえ息すっげえ硬い、これなんだこれ、出しすぎか、結構これ乾燥してると思うんだよね。でシュートニック塗ろうかなと思ってます、クリストフ・ポーニーのやつです。やべえ、どのグリームとか使ってもなんかもうどんどん辛くなってくるんだけど、助けて助けてHHC 吸った時の西君みたいになってんだけど、マジで助けてほしいくらい。いやこの前さちょいちょい動画で言うさ、友人がさ、この前って言っても随分前だけど、龍角散のね、なんかパウダーを、こう、風邪ひいた時は、飲むんだって言ってさ、こういう銀色のやつ、缶の、あれをね、おすすめしてくれたから、なるほどって言って買ったんですけど、いや、結構効いたんだよ、あれ。どこ行っちゃったかな、あれ。この辺にあんかな。この辺にあればいいんだけど。あ、向こうだな。なんか変な CBD パウダーしかねえわ。そういえばさ、タイ。なんか、娯楽用タイマー違法化されたよね。笑ったわ、ちょっと。なんなんだよっていう。政権変わったらしいからさ。多分反対派に近い感じの人たちだったのかな。全然タイのあれなんかも全くわかんないんだけどさ。いや今までね、その、大麻解禁とか言ってる人たちがさ、タイは素晴らしいぞみたいな言ってたんだけど、私どうもそれが信用できなくてさ、すげえ犯罪率じゃんって思ってちょっと。うわぁ、だからさ、どうなんのって思ってたわけよ。なんか正当化してないっすかってちょっと思ったの。あ、案の定そっちダメになってんじゃねえかよみたいな。ちょっとね、結局そんなもんかいって思った。オランダもそのうちなんじゃねって。よし、これくらいでいいだろう。まあこんだけ塗っときゃ平気でしょうって思ったけど、どう？一瞬でこれだから。ちょっと早いよね、浸透が。うん、早いな。もう一回塗っとくか。もう一回全体に塗っとく。これ意外と使いづれえな、このポンプ。なんか使いづれえぞ。ちょっと開けとと。ちょっとさ、切った方が使いやすいかも、中のあれを。やべえ、これ30分なっちゃう。やべえ、30分なっちゃう。6秒で塗れ、6秒で塗れ。塗ったぞ。いやー、意外にね、
靴磨きはアクティブなんでね、わしも全然運動はできないんですけど、持久力だけはなぜかあるっていう、そういうやつなんで意味わかんないのだけあるって持久力だけや、そう、何にもできないのに持久力だけある意味ねえんだよ、だから何の持久力なんだよって話でさ、だからまあ強いて言えばずっと走って回ってるみたいな、持久走が別に速いわけでもないんだけど持久力だけがあるのそういう意味わかるかな、この感じ何なのみたいなさ、なんかただ無駄って言っちゃうとさ、ちょっとこう語弊があるかもしんないけど、グランドの周りずっと回ってんのってさ無駄じゃんな、何にもならないやんそれってだからさ、せめてこう理由のある運動だったらまだいいかなっていうのはあるかな。運動って言っていいのかわかんないけど、例えばマジで家早く帰んなきゃって時の超時給みたいな、時給じゃねえや、まあ時給か、こうスピードもだけどさ、やっぱ家までね 100m とかだったらいいけどさ、なんだかんだ結構距離あるわけよ。そうなるとさ、まあ持久力必要じゃん。したらもう勝負できるのはスピードじゃなくて持久力。どれだけ歩きよりも早くその帰れるかってことが重要になってくるからさ。だから途中からわしは歩く、じゃね、走るのがなんか恥ずかしくなって、なぜかね、いまだにそうだけどいまだにちょっと走るの恥ずかしいんだけど、で歩きでね超高速競歩みたいな歩き方して帰ってた時期はありました。どんだけ早く帰れるか、あとね、一回ね、雨の日にね、学校に送ってもらったんですよ、親に。車でね。したらさ、大渋滞でさ、あと距離が、1.5 キロくらいかなってくらいで、もう残り10分くらいになっちゃったんですよ、そのチャイムが鳴るまでに。やべえな、大渋滞だよ、全然進まないの。でも降りるっつって降りて、結局雨の中ずぶ濡れになりながらひたすら走った。で、その持久走の距離とタイムで多分間に合うだろうと思って、これなら。たださ、カバンとか持ってんしさ、何あれ、学生服プラス革靴だったからさ、やっぱきついよねでね、間に合った、どうにか間に合いました。いや結局さ、敷地、学校までの距離じゃなくてさ、敷地内入ってこう上履き履いて、でそっからさ教室まで行かなきゃいけないじゃん。でそんなね簡単な話じゃないんですよ。ちょっとどっか行っちゃった、またクリストフ・ポーニーがない。なんかもう今瓶だらけで、どれがクリストフ・ポーニーなのかよくわかんねえんだよな。
あれマジあったあった、すげえあったわ普通に。でもデリケートクリームは使いません。これほんと使いづれえわ。ちょっとこれ一回使ったら、こう一回ちょっとこう緩めた上で振るとね、また出るようになるから、いちいちめんどくさいんです。クリストフポーニンを軽めに塗って、あと乾燥だよね、乾燥が重要だよ。軽めに塗って、まあソールライニングにも塗って、オリーブオイル、いやー、わしな、カドガン、カドガンがさちょっとベタついてた気がするんだよな、塗りすぎちゃって。なんかオイル、これじゃないんだけど、オイルはこのねシュートニックはね全然ベタつかないんですよ。だからそこまで慎重になるほどこうビクビクしながら塗るっていう必要はないからね、結構ストレスフリーなんですよねこれ。結構さこうやってさ塗るとシワがね目立つんですよ、こうやって。で、なんか急工場のやつってね、エドワードグリーン、マジでこういう仕様が多くて、で、ほら、あれちゃんと塗れてねえって言って、こうやっていっぱい塗っちゃうわけよ。そうすると、ベタベタになるっていうね。まあ、ここはちょっと、丁寧に塗る。で、つま先は、ほんとこんだけでいいと思う。あ、 あとここね、コバも塗っとくか。なんか分厚いし、これでも結構綺麗だよね、保ってあるっていうか。なんかつま先もちょっと一部傷あるくらいで、でもそんなにえぐれちゃってる傷でもないし。やべ、すげえ出しちゃった今。ちょっとこれはかかとなんかそんなにいらないから、コバにちょっと塗っといて。コバもさ塗りすぎんと良くないから、ほんとワックス引かなくなっちゃうからね。これほんといい匂いなんだよね、クリストフ・ポーニン。うん、はあ、喉が壊れてきました皆さん。もう新しいこの液体を使うたびにどんどん悪化してきます、この症状。喋ることが辛くなってきました。私のお気に入りのゲーム実況者のキヨって人はね、喋る喉壊しててね、なぜか喋ってると治ってくるっていうね、変な体質なんだけど、あの人は。私は普通に喉が壊れてる状態で喋るとどんどん悪化していく超普通、超普通なんだけどすげえきついいやー、てかもうで花粉なんじゃねえかなこれ。なんか、いや症状的にはね風邪っぽいんだよ。でもなんか花粉みたいなさ、こう咳の出方なんだよね。花粉、花粉、カフって感じの本当にそういう軽めのね、ゲホゲホゲホじゃなくてカフカフカフっていうなぜかオノマトペが英語になってんだけど、本当にそんな感じなんですよ。いやー、これで一旦クリストフ・ポーニーは一段落ってとこなんだけど、また新しいオリーブオイルを開けることになると咳が出る気がする。よし、覚悟してやろう。平気そうだなんかあんま匂いが漂ってこない。うわ、漂ってきた
うわ、漂ってきた。きつい。本当にきつい。喋れない。8か2分の1の踊れないって歌あるけど、喋れない。本当に喋れない。何これ、何これ、どうしよう。もう頭が回んないもん。もう喋るってことにあの能力を全振りしようとして、あ、赤ちゃんってこんな感じなのかな、あーあーしか言えなくなっちゃい本当にきっちいこれ。いや、あのね、何を言ってんかっていうと、匂いがすっげえ咳き込むのよ。さっきから匂いがこう鼻に入ってくるたびに。でこれなんかさ、特に香料を入れてるからさ、しかもドバドバと、それ匂いするわな、それ当然。っていうか匂いするさせるためにやったんだからさ、だから嫌な予感してんだけど、うん、的中だね。クリストフ・ポーニーもすげえからさ、あれデリケートクリームもある程度するし、リグロインは結構やばかったね昨日。正直ちょっと吐きそうになったもん、あれ本当にやべえぞこれみたいな。でも、うん、これはきついよ本当に。もう喋れねえマジで。早く終わんねえかなこれ。ソウルもやんなきゃいけねえんだこれ、嫌だな。でもさ、これさ、あの中、まあ水洗いした時さ、中を重点的に洗うわけなんですけど、そうすごかったよ、靴下のガスみたいなのがさボロボロ。今日汚ねえ話しかしてねえな、なんか今日汚ねえ話ばっかしてる気がする。マジで気持ち悪いなあれ。いや、あのね、普通に履いてりゃ出るんだよあれ、出るんだけどさ、あれマジで。これはね、中古屋で買っ、中古屋っていうかまあそういう古着屋で買ってるからまだしも、っていうか綺麗にしとけよっていうのはあるんだけど、それはいいとしても、例えばメルカリとかさ、そういう個人的なね販売する場合、恥ずかしくない？こんな汚ねえのってなるじゃん。うわ、これやば、なにこれ、全然濡れないんですけど、染み込んじゃって。本当に濡れないんだけど、置いた瞬間浸透しちゃうんだけど、全て伸びねえ、伸びる気配がゼロ。そして終わるオリーブオイル、これ少なすぎんだよね。ちょっとなんかあれかな、クレームとかの瓶に入れた方がいいかな。ちょっといつも少なくてさ、意外とこうもう終わりかよってなるんだよね。いや、あのね、オリーブオイル注ぐだけだったらいいんだけどさ、香料入れたりするとさ、意外とこう手間なんですよ。そういえば皆さん、わしね、手間で思い出して、朝起きたらね、 AMG さんからダイレクトメッセージが来てて、まあ結構来てるんだけど、いつもAMG さんなんか真夜中に送ってくるから、大体このコート団長絶対似合うよみたいな感じでね、なんかコートが送られて、うわ最悪、コートがね送られてきたわけよ、リンクが。でわしがちょっと前にね、 AMG さんにね、いやこのベルルッティのなんだっけアンディは絶対買った方がいいっすよ、めちゃくちゃ押しまくってたから、多分 AMG さんも負けじとなんかこう進めてきてたんだと思うんだけど、そのコート見た瞬間ね、おおと思って、コートか、もう今季この冬
1、2、3、3着買ってんのコート。だからさ、もういいかなと思ったんだけど、なんかコート欲しいなと思って思ったわけよ。でもその時買わなかったんですね。したらさ、インスタかなんかでジリーってメーカーのコートが出てきたのよ。で、うおーすげえと思って。でもそれなんかね、なんだっけあれ、ヤフーじゃね、ペイペイフリマか、なんかそんなようなやつだったの。で、私ペイペイフリマやってないからさ、なあと思って、それをインストールしてくださいみたいな話だったからさ、ちょっとどうしようかな。でもジリーってコートなんかあんのかなと思って、いや高いのがあるのは知ったんだけど、なんか同じようなの出てきたらいいなと思って見てたらさ、普通にメルカリで売っててさ、5万弱だったの。即ポチっちゃったしかもサイズもね悪くなさそうで、まあ最悪私近所のめちゃくちゃ信用できるお直し屋さんで直してもらえれば完璧だろうってことで買ったわけ。まあ多分明日届きますまだ届いてません。まあそんな感じで、どんな感じか分かんないけど、油分補給終わったんで、これでね、またちょっと数日置いて、で、喉を治したいと思います。ということで以上です。はあ、皆さんもご自愛ください。それでは。